アジアシリーズで怪我をして、この日本の開幕には惑わされ間に合いました。まずは最初のこのスラロームではタイトルを狙ってやってきました東海大学の富井由紀奈選手がコースに入りました。現在東海大学も4年生になりました。高校時代からその才能には注目をされていた富井由紀奈選手、ゴール前のスルーゲートを通過していよいよその最後の部分にやってきました。うまく体を使ってポールを叩いて今フィニッシュ、富井由紀奈選手フィニッシュ、タイム59秒のゼッケン2番片桐麻美、最後の小壁に今入ってきました。初日に、最初に行われた GS では9位に入った片桐選手、今シーズンも海外への遠征を経てこの全日本にチャレンジ、最後のブルーポールを通過がフィニッシュ、タイムは57秒49でした。渡辺エレン選手が今スタートをして、まもなく最後の小壁見えてきました。ゼッケン3番渡辺エレン、体をバランスを取りながらこの小壁9着に入っていきました。シーズン当初はヨーロッパで行われたナショナルジュニア選手権などにチャレンジをして、今回この帰国日本のレースに入ってきています。タイムはフィニッシュ、渡辺選手タイムは54秒72、ちょっと4位でした。ゼッケン4番前田千咲、全日本選手権では狙ってきています。グラススキーでは世界の第一人者前田選手、最後の小壁にやってきました。左右に振られる、そして直線的なセッティングをこなして今フィニッシュ、前田選手フィニッシュ、タイムは55秒18、日本選手権に参戦。カナダのキスレースではスラドームで2勝を挙げてきました。昨年はこの全日本選手権では2位同賞台、ゼッケン5番小夏同賞台をゲットした初見選手、 GS では4位、その GS の結果を踏まえていい弾みになった、このスラドームに対していい弾みになったと言っていた初見小夏選手、ここからやってきた小夏フィニッシュ、ストレートをこなして最後のブルーで今フィニッシュ、リブナンバー5番初見選手がフィニッシュ、55秒18、現在3番手。リブナンバー6番カテゴリーでは4冠を獲得した前田マリノ選手、ゼッケン6番前田ゴール前にやってきました。昨シーズンの全日本選手権では3位同賞台、さあ続けての同賞台3位以内があるか、ゴール前にやってくる、最後はストレートうまくこなす、ブルーを通過、今フィニッシュ、前田選手のタイムは56秒16切りました。昨シーズンは GS で全日本選手権2位表彰台、ゼッケン7番石橋美希、高い位置をゲットしてその勢いでスラロームを2冠になるのか、そのあたりが女子のスラロームは注目、かなり低い姿勢でこの小壁に入ってきました。オープンのゲートから最後はストレート、ここも綺麗に滑って今フィニッシュ、 GS チャンピオン石橋選手の1本目55秒45の成績を残しました。ゼッケン8番骨外成果、高校3年生北海学園札幌高校時代ではインターハイスラドーム2位の経験があります。骨外選手が今最後の小壁に入ってきました、テンポよくブルーレッドとこのポールを叩きながらスピードをつけていく骨外選手、ゴール前に来て最後は直線的なストレートのセッティング、ここも加速をして今フィニッシュ、骨外選手のタイム57秒69、ゼッケン9番本田ひな、ゴール前小壁に入ってきました。ここはストレート気味と、そして今スルーゲートを通過していきました。64の鬼門、61のターンの1本目、本田選手ゴール前に来て最後のブルーを通過、今フィニッシュ、タイムは55秒97、現在6番、ここまでゼッケン10番地区に風化、最後の難所このコース小壁と入ってきました。うまく逆手逆手でボールを叩きながらこの小壁もいよいよ中盤、最後のブルーを通過、今フィニッシュ、杉選手
経験があります岡本萌恵選手です。その岡本選手逃げてきました、はい、ゼッケン11番ノエゴール前小壁急斜面へと入ってきました。だんだんとシャドウが低くなってきます。この辺りからちょっと日向になった辺りから一気にまた急斜面になっていきます。フルアタックでやってきました岡本萌恵選手。まもなくフィニッシュ今入った。さあ岡本選手タイムは58秒が悲惨な選手は日本大学最初の種目 DS では14位でした。昨年の全日本選手権11位に入っています。ゼッケン14番13番宮崎神奈崎神奈選手小壁に入ってきました。きれいに整備をされているそのコース第1スピードの有利を十二分に生かしてアドバンテージを取りたい宮崎選手ゴール前に来ました。残りあとわずか最後のブルーを通過今低い姿勢でフィニッシュタイム58秒51。ジムナンバー15番新井真紀子選手がスタートを切っています。岐阜機能自動車 SP DS では5位でした新井真紀子選手。ゼッケン15番新井真紀子ファーイーストカップでのタイトル経験もあります。 DS でのタイトルスーパー G でのタイトルこんな経験もあります新井真紀子選手です。最初の種目 DS では5位スラロームはそれ以上の成績を残したい新井真紀子選手はゴール前残り2つ今フィニッシュ第1シード最後の新井真紀子選手フィニッシュ50